人生には失敗がつきものだ。俺の人生はいつだって失敗に濡れていた。その大半は取り返しのつくものばかりだったが、俺はどれも取り返そうとはしなかった。だから30を超えてなお引きこもりニートのままで、最終的には家からも追い出された。取り返しのつく失敗は、ああすればよかったと反省することができる。でももし取り返しのつかない失敗をしてしまったらどうすりゃいい？誰か教えてくれよ。